Video Diary August the 19th 2017 by Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan ビデオ日誌2017年8月19日林博です。今日のテーマは3人のマギです。3人のマギ、イエス・キリスト降誕の時にですね、3人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が3人のマギですよね。3人の賢者、あるいは3人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギというのは前もって話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、2度しか、まあ、歴史上、まあ、現れてこないといいますか、記録に残っていないといいますか、そういうことなんですよね。で一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくるマギです。でもともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。がその後、待ってますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。でもう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で別の文献によりますと、紀元前500年以前には2度しか出てこなかったと書いてあります。ともかくも、ペルセポリスとそれからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。でそのマギなんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。でいろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっとあの発音の仕方は分かりませんけども、マグス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマゴス GOUS だったと思うんですけど、ちょっと今あの手元にあの資料がありませんので、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。でそれはいつそのようにどのようあの解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるストダーナ・ゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのストダーナ・ゴータマというふうに出てくるわけです。となるとその場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダーナ・ゴータマという単数の人ですからね。でストダーナ・ゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのはその後ですね、ヘロドゥトスという、まあ、ギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよね。同じ話ということは、ペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドゥトスの方が後のその後の人ですから、当然ヘロドゥトスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、そのヘロドゥトゥスが使ったマギというのはどこから来たかといいますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのをそのマグスのマゴスのいわゆる複数形であると、そういうふうにまあ書いて、まあ他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。
まあ、言い換えますと、マグ、マギというのはマゴス、マゴスと読むでしょうね、マゴウスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実としてまあ分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しかまあ表記されていないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文、その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけれども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、まあ、歴史を初めてと言いますか、その2回で登場してくるわけですけれども、もう一度繰り返しますと、まあ、マギというのはもともとはいわゆる、まあ、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。で、そのもともとはそれはマギ教と言われていたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレイとなるわけですね。ミレイというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。で、まあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギというのは何かということになってくるわけです。もちろんあのキリスト降誕の時にはあのやってきた3人のマギというふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で、3人の人物が書かれているんですけども、まあこの場合は向かって左から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス1世であることは私林博士が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、まあ順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ例えば私は当初ですね、この3人というのはペルセ、いわゆるペルシャのね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、まあ、あの辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね。で、それが、まあ、現在のイラン、イラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの古名、まあ、イラン人はイランの古名だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、蔵につくのがカンピュセス、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、まあ、槍持ちですよね、槍持ちがカンピュセス2世を暗殺して蔵につき、そして同時に、ストダナゴータマを悪人だとして、いわゆる、まあ、強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、蔵にペルセポリスで蔵につくわけです。そういうまあ流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダリウス1世ですけども、それがですね、まあ、あのいわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス一世はあのやりただの、まあ、ただのという言い方も失礼かもしれませんけども、やり持ちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス二世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス一世が蔵につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボ寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目がというあのあごめんなさい1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダナゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、まあ、最も最高位の位にあったストダナゴータマになるわけです。いわゆる、まあ、マギですからね。マギというのは、まあ、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではあのディンゲルという神ですからね。で、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナルゴータマが第1位になっている、考えても当然ですよね。で、その後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これはあの要素ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトゥルキッシュマントですね、を着ているところ
まあ、模様まで一致しますからね、ダリウス一世のね、あの衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス一世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがソダナ・ゴータマ、そして2番目が、カンビセス2世、3番目がダリウス1世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは一番先頭に立っている人は、まあまあ、結構年配といいますか、爺様風ですよね、私のようにね。で2番目が若いですよね。で3番目がダリウス、これは間違いないと。そうしますとやはり先頭に立っているのが、あ、まあ、マギのストダナ・ゴータマであるということになるわけです。で2番目 の、 そのカンビセス2世、これはあの大変な暴君でしてね、あのカリギュラ、それから、まあ、あのエリザベス、エリザベスじゃなくてマリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネさん1500年の後半にあのイギリスで強制的にね、あのプロテスタントを改宗して、カトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の一人がカンビセス2世なんですよね。ですから、まあ、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレ・ルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、まあ、私はストダナ・ゴータマで、であると判断しました。マギです。そして2番目がカンビセス2世ですね。そして3番目が一番左ですけども、それがダリウス1世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、まあ、マギというのが固有名詞か、いわゆる、まあ、あの一般名詞かですけども、まあ、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現在のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならばその3人のマギがですね、まあ、3人のマギとしてイエス降誕の折にですね、聖母マリアの、ままあ、ところやってきてイエス降誕を祝うということはありえないわけですよね。と同時に、まあ、ありえないわけですね。要するに、マギというのは固有名詞ですから、そこで、まあ、博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、まあ、その一つの、ね、乱れの証拠としてはその後ですね、まあ、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと名前を並べていますけども、国によって全て現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。でサンタアポリナレ・ヌーボー大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが書かれてますけども、その名前とまた他のその国における3人のマギの名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人のマギについて検索を調べていただければ証拠が出てきて、というか事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人のマギという言い方はおかしいわけですよね、まあ、でそこでマギというのは複数形であるという、まあ、おかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人のマギ、マギというのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルソポリスの碑文の中にストダナ・ゴータマ、マギという言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね、ストダナ・ゴータマ一人ですから、ですから、まあ、おかしいわけです。でそこで調べていきますと、ストダナ・ゴータマというのは、まあ、調べていくというか、あのと同時にですね、もう一人息子のセタ・アルタ・ゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、追われたストダナ・ゴータマ一家の中の一家の中に、まあ、そのセタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その後直後に今度はネパールで現れるわけです。そしてブッダの名前はシッダ・アルタ・ゴータマでしょ。それからいわゆるストダナ・ゴータマの息子が、息子がですね、シッダ・アルタ・ゴータマ、セッダ・アルタ・ゴータマですよね。もう一度混乱してきましたから話しますとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、ストダナ・ゴータマ、それからセッダ・アルタ・ゴータマ、そしてその直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それが、まあ、ストダナ・ゴータマとシッダ・アルタ・ゴータマということになるわけです。現在、ネパールではですね、シッダ・アルタ・ゴータマのお父さんのことをストダナ・ゴータマというふうに発音していますよね。ですから、そこで一致するわけです。すなわち、ストダナ・ゴータマと、それからセッダ・アルタ・ゴータマは別名、シッダ・アルタ・ゴータマはペルシャからやってきたという説につながっていくわけです。で最後にもう一言付け加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますとゾラスターもマギ、
そして、ストラナゴータマもマギですから、バギーマギでつながって、ストラナゴータマ、すなわちブッダと呼んでいる、まあ、お父さん、まあ、ブッダのお父さんですよね、のストラナゴータマは、イコール、ゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、まあ、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、まあ、理解していただきますと、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。回りくどい話になりましたけども、大変重要な話ですから、もう一度噛み砕いてどうかご理解ください。 Bye for now.